こんにちは、シグナルフラグ Z です。お盆は天気予報が悪くてどこへも行かなかったので、 SD シビタイブラウザーを作り直していました。自分で作ったプログラムでも1週間ほったらかしたら内容をほぼ忘れるので、プログラムを一度いじったら忘れないうちに全てを完成させなくてはなりません。2週間経ってしまいましたが、全く動画ネタにならないのが辛いです。作り直しはほぼ一段落したので、改めて SD シビタイブラウザーを紹介してみます。 SD シビタイブラウザーはステーブルディフュージョンウェブ UI で、シビット AI のモデルを検索してダウンロードする拡張機能です。シビット AI には多くのモデルが集まっていて便利ですよね。でもファイルをダウンロードして専用のフォルダーへ移動するのが面倒だったり、以前にダウンロードしたことを忘れてしまったりします。SD シビタイブラウザーでは、シビット AI のモデルを種類ごとに検索して、SD ウェブ UI ですぐに使えるフォルダーへダウンロードできます。トリガーワードなど、モデルで画像を生成するときに必要な情報もモデルのフォルダーに保存できます。と、ここまでは以前紹介したときとあまり変わりません。SD シビタイブラウザーのインストール方法を説明します。私のレポジトリの URL をコピーします。ステーブルディフュージョンウェブ UI のエクステンションスタブを開きます。インストールフロム URL でコピーした URL を入れてインストール。もうインストールしてあるのでエラーが出ていますが、インストールが終わったらステーブルディフュージョンウェブ UI を再起動します。お盆の間ずっとプログラムを書き換えていて、何が変わったかというと、見た目はほとんど変わっていません。これがビデオネタ的に辛いところ。タブの名前をシビタイからシビタイブラウザーへ変えました。検索条件で期間を指定できるようにしました。これがないとモーストダウンローディドとかハイエストレイティドとか意味がなかったですからね。やっと意味が出てきます。ゲットリストを押すとモデルの一覧を取ってきます。ここら辺は以前と変わらず。そしてこのモデルリストをページ指定でジャンプする機能をやっと実装しました。古いモデルとか探しやすくなります。これでブラウザーと名乗ってもいいかなって感じですね。モデルカードをクリックするとモデルが選択されます。モデルが含むバージョンの選択をドロップダウンリストからラジオボタンに変更しました。バージョン違いがあることが分かりやすくなります。モデルを保存するフォルダーを表示するようにしました。ベースモデルによってサブフォルダーへ振り分けます。 SDXL のモデルと区別するためです。このパスは編集可能です。またオフィスでの利用が推奨できないモデルはサブフォルダーへ保存されます。すでにモデルのファイルが存在するときはカードの枠の色が変わります。持っていなければ白い枠で表示されるでしょう。モデルを選択するとここにもファイルがあるか表示されます。モデルの情報をできるだけ表示するようにしました。シビタイページへのリンクを作りました。モデルの説明、バージョンの説明を載せるようにしました。パーミッションを分かりやすく表示しました。間違えているかもしれないので、ライセンスは自分で確認してください。ダウンロードボタンを整理しました。今まで通り左側から順番に押してください。一番大きな違いは、ダウンロード状況を表示するようにしました。キャンセルボタンも独立させました。今まではダウンロード状況がブラウザーだけでは分からず、コンソール画面を見なければなりませんでした。当初からずっとやりたかったことなんですけど、どうやったらこれができるのか全く分からなかったんですよ。お盆をすべて SD シビタイブラウザーの書き換えで過ごしてしまいました。今回でやっと基本的な機能が揃った感じです。次はモデルファイルの管理にも手を出したいですね。
プログラムばかりしていたので、ステーブルディフュージョンをほとんどいじっていません。わずか2週間ですが、取り残されていないか心配です。何か面白そうなものが発表されていたら教えてください。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。